日本東京都江戸川区松島松島は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は松島1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は132-0031。東京都江戸川区の北西部区役所所在地である中央の西隣に位置する。北で葛飾区新小岩、東で中央一定に4丁目、南で 東小松川一丁目及び西小松川町、西で荒川、中川を挟んで対岸は、平井と隣接する。町域東平を東京都道308号千寺小松川火災沖線、南辺を国道14号、西辺を中川で隠し、中川、荒川の境となる中須を首都高速中央環状線が通っている。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、松島4の34の1の地点で34万7000円平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、 国内全域から選択することが可能。松島地区内に鉄道駅は存在しないが、北に隣接する葛飾区新小岩に JR 東日本に駅が一駅所在する。また、松島地区西南部の同一丁目は、至近の駅から 1km 以上離れた鉄道不便地帯に属する。最寄り駅は、総武本線新小岩駅となる。都営バス新、小21。 新章22の松島三丁目、江戸川高校前バス停は松島三丁目である、東京都立江戸川高等学校関東第一高等学校。ありがとうございます。